劇場内での撮影録音は犯罪だって知ってる？法律で10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が課せられるんだぜ。カメラ男さんよ。知ってるぜ。市販の音楽や映像が違法でアップロードされているのを知りながらダウンロードするのも犯罪ってこともな。キッド、なんでおめえが。今回はちょっとした予告状代わりだ。近々またお相手願うと思うが、その時はよろしく、名探偵。相変わらずキザな野郎だぜ。ノーモア映画泥棒。